まみ先生曰く、歌は想像と妄想よということなので、楽しみながら切ない歌歌わせていただいています。ぜひ皆さんにも歌っていただきたい2曲なんですけれども、ワルツはですね、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1の部分をですね、ちょっとこうはっきりと意識して言葉を出すととても歌いやすくなります。切ない歌ですが、なんかこの儚さを華やかに歌うことで盛り上げていただけたらいいな、そんな風に思って歌っている裏切りの花です。話が長くなってしまいました、すいません。11月などには大阪の方で、ライブなども行わせていただいております。つい先日はね、東京レイホテルの方で、名古屋、カサブランカライブも終わったばかりだったんですけども、これからも、目いっぱい裏切りの花と共に歩いていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後にでは、リスナーの皆様、サイリンさん、この曲でお別れです。